こんばんは。おはようございます。本日はですね、下田に向かっております。まずは概要欄 URL から全泊の様子をご覧いただいてですね、本日は下田、そしてですね、あの皆様に本当におすすめしたかった宿に向かっております。その名もヴィラ弓ヶ浜さんですね。一度だけ行ったことがあったんですけど、こう動画として形に残してはいなかったので、ずっとね行きたいと思ってたんですよ。あ、これダイソーちょっと寄っとこうかな。というわけでですね、下田までねしばらくドライブさせていただきます。もうね天気が良くて、そして私ねいつものように車中泊じゃないので元気が有り余ってしょうがないですね。どうしようこの元気、いろいろ寄り道しちゃいます。寄り道早速しましょうかね。はい、伊豆高原旅の駅ですね。グランパルコグランパルなんだっけ、あれグランパルパーク、あれ忘れてしまったの横にある施設ですね。いい雰囲気ですよ。皆さん楽しんでます。平日ですけどね。カピバラの上に牡蠣が乗ってますね。道の駅楽しかった。やはり寄り道はいいですね。旅のね醍醐味といったら寄り道ですからね。ただ思いのほか時間費やしてしまいまして、こっから下田ねかなり遠いんでやばいな時間ね。もうこっから一気に下田まで行っちゃいます。そこでお昼ご飯食べて買い物して宿に向かう感じですかね。行きましょう。君と夏の日を一緒に飲み干したい。白浜でございます。本当に海が綺麗ですね。いつかは泊まってみたいと思うんですけどね。下田港着きました。いい雰囲気、腹減りすぎた。やっと着きました。石塚さんですね。下田でかなり有名みたいです。待ち時間50分だって。はい、50分待ちということで、まさかここまで人気だとは。諦めましたね。さすがに50分ここで費やせないんで、今途方に暮れて、お昼ご飯食べるとこ探します。もう1店舗来ました。ヤブさんですね。行ってきます。はい、あります。うまそう。はい、鴨南蛮と、天ざるっすね。いただきます。ごちそうさまでした。すっごい美味しかった。びっくりしました。美味しくて、鴨とかね、今まで食った鴨で一番うまい。びっくり。ほんと、おすすめします、ここ。ぜひ来てください。というわけで、近くにあるイオンで買い物をしてから、もう宿に向かっちゃいます。もういい時間ですよ、随分。はい、買い物終了しました。では、宿に向かいます。緊張する。弓ヶ浜着きました。静か。本当はここでゆっくり海を眺めたいんですけども、チェックインの時間が近いので明日行けたら少しねこの浜を歩きたいと思います。ほんと綺麗。着きました。久しぶり。チェックインしてきます。すごくないですかこれ。このツリーハウス、ツリーハウスでいいのかな。上にこうやってあるんですよ。別荘がちょっと荷物重いから一旦撮影会は後ですね。はい、部屋着きました。坂の上にあるんで息切れが。はい、こんな感じですね。
て、テラスがこんな感じですね。前シートだったんですけどね、シーの方がね全然良かったから。で、海が見える感じですね。ちなみにお風呂はかなり綺麗ですね。前回も綺麗でしたね、シートの方も。では、ヴィラ弓ヶ浜さんをね探索させていただきます。あれ、これ1階は、ここが焚き火スペースかな。そしてあちらが受付ですね、兼バーになりますね、夜がね。すごいいい雰囲気でしょこれ。夜になるともっとすごいんで、また改めてここに来ますけども、こちらがね飲めるようになってるんで、この景色と一緒にねここで飲めるんですよ。あれ、海見えないね。で、先ほどの受付の奥がこんな感じなんですけど、いくつもコテージがあって、前泊まったのがねこれなんですよね。テラスがかなり広くて、人数もね多めの方を泊めさせていただいて、ここかなり良かったですね。歩いてみます。いや、いい雰囲気、いい雰囲気。あ、こっからも下行けるんですね。あれ、こんなにあったっけ。 B 棟と、怖怖怖、後ろ、これ何棟だ。いや、いいな、全部いいな、全部景色いいんですよね。もっと奥行ってみますか。あ、これ入り口の方の下にあったやつかな。あ、そうだそうだ、そうですね。ここも下行って、ここに固定じゃないですね。そしてこの宙吊りになった椅子、前回は雨でね楽しめなかったですけど、今回は楽しめますよ。この景色をね見ながらビール飲みたい。ゆーら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 、気持ちいい。はい、そしてここがグループ用のスペースなのかな、焚き火と。あ、電源もあるな。あ、いいですね。あー、専用だ、系統専用ですね。すごいとこだなこれは。はい、そして先ほども撮りましたけれども、こちらが全体図ですね。見てよこれ、車がね下に止まってるんで綺麗な角度見せづらいんですけどね。すごいでしょこれ。あそこがさっきの受付の部分です。この系統がねすごいです。中がお店になってますね。これは大人数用でかなりいいわ。まだ時間がたっぷりありますので、近くの海まで散歩しようと思います。すごいこの辺おしゃれなペンションとかが多い。弓ヶ浜いいよこれ、ほんといいなあ、いいなあ、こんなところに別荘、別荘なのかなこれ、住んでるのかな今。いいなぁ。はい、海着きました。こっちはゴツゴツですね、ゴツゴツけど雰囲気がいいですよ。誰もいない、誰も。あ、あそこに鳥が、かわいいね。
重い荷物持って上まで来るのすごい大変。いや疲れた。現在4時前後なんですけど、7時からバーベキュー開始なので、それまでゆっくりしようかなと思っております。いやーほんと気持ちいいよ。でおそらくまたね、動画が長くなってしまってるんで、この下田編前編はここで終了させていただいて、また後編はディナー、そして翌朝弓ヶ浜も少し歩きたいんで、その辺のことをですね、動画に撮っていけたらいいなと思っております。ではまた後編でお会いしましょう。後編は概要欄 URL からご覧いただけたら幸いです。疲れた。では後編でお会いしましょう。バイバイ。本当に美味しい。今までのステーキ、キャンプとかで食べたステーキの中でもトップかもしれないこれ。